ザバックス、ザバックス、ザビックスは、新世代株式会社が開発したユニークな技術の総称、あるいはそのコアとなる LSI チップのこと。多くの家庭用体感型玩具、体感ゲームに採用されている。本校では、ザバックスチップを開発した、新世代株式会社、及びザバックスチップを搭載したフィットネス機器、ゲーム機であるザバックスポルトについても解説する。 ザバックスは、正式にはザバックステクノロジー、ザビックステクノロジーといい、LSI 技術、ソフトウェア技術、センシング技術などが含まれるが、通常ザバックスと記述されている場合、そのコアとなる LSI チップであるザバックスチップのことを指す。ザバックスチップは8ビットの c p u 六千五百にカスタムながらコアとなるマイコン、ビデオプロセッサオーディオプロセッサ A, D, D, A 変換器、Human Interface I, O など、コンピュータに必要とされるすべての要件を 4mm 角のチップに搭載したユニークな高速システム LSI と言える。1997年頃より、徐々に、米国や日本のおもちゃメーカーの玩具に搭載され始め、アプリケーションは200種類以上に上る。代表的な製品は、エポック社の体感ゲームシリーズ、 2000、宝から発売された E から、ポピュラなどの、プラグイットシリーズ2000年、トミーのテレビで遊びたいシリーズ2001年、スクウェアエニックスから発売された、剣ドラゴンクエスト読み返りし伝説の剣2003年、バンダイのレッツ TV プレイシリーズ2004年、などが挙げられる。代表的な入力インターフェースは、エキサイトボクシングや、 検診ドラゴンクエストのように赤外線センサーを使用してプレイヤーの動きを捉えるものであるがファミリーマットで東京フレンドパーク2のようなマット型スーパーダッシュボールたまごっちリゾートのようなトラックボール型グルリンワールドのようなハンドル型エキサイトステージサッカー日本代表チームデジタルモンスターバトルジャンクションのようなカードスキャン型アンパンマン家族でイクノーマットデラックスにおける スティックのような加速度センサー型、バトル体感ゴムゴムのカメハメハおめえの声でオラを、呼ぶのような音声認識型な多彩なタイプが、開発されている。2004年には、カートリジ式で複数の体感ゲーム、フィットネスが楽しめる、フィットネス機器ザバックスポルトも発売されている。ザバックスを開発した、新世代株式会社は、1995年に、 滋賀県草津市にて設立された会社。もともとは、滋賀県の隣の京都府京都市にある、大手ゲーム会社任天堂にて、ファミリーコンピュータ、スーパーファミコン、任天堂六十四64などのゲーム機の開発に携わった社員らが、世代が進むにつれて、どんどんマニア向けになるゲームに対する反省から、真に、家庭用のゲームを作るためにスピンアウトして設立した会社である。 社長となった中川克也はファミリーコンピュータの開発の中心人物であった。新世代社はベンチャー企業として滋賀県からの援助を受け4年の歳月をかけてザバックスチップを開発し、それによって2000年頃から家庭用体感型ゲームという新たなジャンルのゲーム場を切り開いた。2004年にはニンテンドのファミリーコンピュータのようなコンシューマーゲーム機として ザバックスポルトを販売したが、体感が売りであるため、あえてゲーム機ではなく、フィットネス機器として売り出した。しかし、新世代社のスピンアウト元である任天堂が、任天堂64ニンテンドゲームキューブとに、世代続けて、ゲーム機のシェア争いに敗れた反省から、2006年、非ゲーマーにも親しみやすい体感型コントローラーである。 Wii リモコンを採用したゲーム機 Wii を市場に投入した。Wii の大ヒットによって、新世代社は体感ゲーム機の市場シェアを奪われた。さらに2007年、任天堂はザバックスポルトと類似したフィットネス用周辺機器 WiiFit を投入した。大手の任天堂が直接競合する製品をリリースしたことで、新世代社は市場から撤退せざるを得なくなった。ザバックスポルトとは、 新世代株式会社が北米で2004年、日本で2005年に発売したフィットネス機器、ゲーム機。標準価格は北米では 79.99US ドル、日本では9800円、税込み。ザバックスチップを組み込んだ単機能型の体感型玩具とは異なり、カセット交換型のシステムを採用している。新世代社はエポック社などを通じて、 日本市場で単機能型の体感玩具を展開していたが、北米の玩具市場は日本と異なり、単体機能のゲーム玩具を投入したとしても、日本同様の展開を図るが非常に厳しいという考えからカセット交換式のシステムを採用した。そのため、当初はザバックスポルトの日本での展開予定はなかった。 ザバックスポルトにカセットを取り付けて、同梱の専用コントローラーを利用することで、エポック社の体感型玩具と同等のゲームがプレイできる。なお、マイクロチップはカートリッジ側にあるため、ザバックスポルト自体は、ただのインターフェースである。ザバックスポルトの本体は入出力機能しか持たず、カートリッジ側にザバックスチップを搭載する仕様であるため、 ザバックスポルト発売時には開発中であった 3D に対応した次世代ザバックスであるザバックスにチップを搭載したソフトウェアを発売することも考慮されていたカートリッジを交換することによって本体を買い替えなくともシステムが進化ることを港は変化せずとも荷物は時代とともに新しくなっていくことに例えザバックスポルトと命名された2006年には 周辺機器として、マット型入力機器である、ステップセンサも発売され、体感ゲーム機としてよりも健康トレーニング機器としての用途を想定しており、システムとしては、紛れもなくカートリージ交換型のゲーム機ではあるが、新世代車はゲーム機としてではなく、フィットネス機器としての販売戦略を取っている。ザバックスポルトのゲームは、コア CPU として、 ザバックスチップから進化したスパークサーバックスチップ6586カスタムが使われている。なお、ザバックスポルトがフィットネス機器として売り出されたのは赤外線や加速度センサーによって動きを感知する仕組み上、どうしても精密な操作性に欠けてしまい、プレイヤーが飽きやすいことが影響したものと思われるフィットネス機器であれば多少飽きが来ても続けられる。これは 任天堂の Wii にも言えることであり、Wii が熱心なゲームファンから敬遠される原因の一つとなっている。ゲーム機として見た場合、などの特徴がある。ジャッキー・チェンと共同開発したという JCS、ジャッキー・チェン・スタジオシリーズのザバックス・エア・ステップ。北米ではザバックス・ J ・マットなどがローンチタイトルとして用意され、本体の発表会でも中川社長と共にジャッキーが登場した。 Wii の全然世代機であるスーパーファミコン並みの性能とは言っても、Wii に2年先行するのは大きく、当時体感型ゲームがプレイ可能なコンシューマー機はザ・バックスポルトだけだったこともあり、北米を中心としてある程度ヒットし、香港や台湾などでも発売された。発売ソフトは世界で200タイトルに及ぶ。2006年には、 ザバックスポートに類似した体感型コントローラーである Wii リモコンを採用したゲーム機の Wii が2007年には Wii の周辺機器としてステップセンサに類似したバランス Wii ボードが属する家庭用フィットネス機器である WiiFit が任天堂から発売され共に爆発的に普及する中ザバックスポルトがどれほど対抗できたかは不明である。なお、 2009年より公式サイトの更新がストップし、2015年にはサイトそのものが閉鎖された。ちなみに、ザバックスポルトも Wii もテレビ側に置くセンサー、赤外線照射装置と手元に持つリモコンとで、プレイヤーの動きを検知するが、ザバックスポルトの場合は、テレビ側のセンサーからした赤外線を手元のリモコンで反射させて、再びテレビ側のセンサーで拾っているのに対し、 Wii の場合は、テレビ側のセンサーから発した赤外線を手元のリモコンのセンサーで直接拾い、それを Bluetooth、無線で本体に戻している。そのため、ザバックスポートのリモコンは電源不要であるが、Wii の場合はリモコンにも電源が必要となる。また、Wii の場合はリモコンに傾きを検知する三軸、加速度センサーも導入されている。 ザバックスポルトのソフトの一部にも使われている。この他に福祉施設等向けに一般販売されていないザビックスホットプラス頭クラブがあり2016年現在もサービス継続中である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。